ちょっとレッスンに行き詰まったかも。そうね、このところ部室にこもりっきりだったし、君の言う通り息抜きもいいかもね。そうだ、この前アイから私にぴったりなダンスゲームがあるって教えてもらったの。付き合ってくれない？アイも誘いたいところだけど、もう帰っちゃったみたいね。じゃあ今日は君と二人で。あまり来ない場所だけど、ゲームセンターってこんなに賑やかなのね。確か一番奥だって言ってたけど、あれじゃないかしら。なるほど、画面に出る指示に合わせて足元の理解したわよ。ヒールじゃ本気出せないでしょ。さあ行くわよ。あら、おかしいわね。思ったよりタイミングが早い。焦らせないでよ。もうまた踏み間違えた。ちょっと少し待ってって。これはその、初めてプレイしたからこんな結果になっただけで、だから慣れればパーフェクトになると思うのよ。っていうわけだから、君、小銭を両替してきてもらえるかしら。熱くなっているわけじゃないのよ、決して。でも愛と来る時までには上手くなっておかないとだし、その完璧にできるまでは帰らないから。このくらいすぐにクリアしてみせるわよ。